フロリダパンサーは、食肉もクネコ科の哺乳類であるピューマの亜種。フロリダ州に生息する絶滅危惧種の一つで、フロリダ半島の先端にあるエバーグレーズ国立公園及びビッグサイプレス、国立保護区にて厳重な個体管理がなされている。個体数は1970年代に20頭前後まで激減したが、2017年の調査では230頭にまで回復している。 パンサーという名前がついているが、表ではない。かつては、テキサス州東部、ルイジアナ州西部から、アーカンソー州、ミシシッピ州、アラバマ州、ジョージア州、サウスカロライナ州、フロリダ半島全域にかけて広く分布していたが、西部開拓時代に入り、家畜を襲う害獣として駆除され、19世紀後半には、東部の州からはほとんど姿を消し、 1920年代には、フロリダ半島を除き、その生息は確認できなくなった。1958年に、ようやく外獣リストから外され、法的な保護措置が取られ始めるようになったが、1967年には、連邦魚類野生生物局の絶滅危機動物に指定された。ピューマは北アメリカ最大の猫科の動物で、体長1から2メートル。 体重1 0 0ラムという大きさであるが、フロリダパンサーは体長2メートル、体重5 5ラムというかなりの小型である。これは他の地域のピューマから隔絶された地域に生息していたことから、交雑が発生せず、長い年月をかけて独特の性質を持ったためと考えられている。百七十三年に再発見されたことが契機となって、百八十一年、 フロリダ野生生物委員会はフロリダパンサーの本格的な生態調査と行動管理を始めた。発見したフロリダパンサーにラジオテレメトリーを取り付け無線によって他のパンサーとの接触や獲物の種類、出産や死亡などをつぶさに調査を行った。また1月から3月にかけては毎年捕獲調査を実施し、毛や皮膚、血液、 生液から排泄物に至るまでの詳細な生物データを採取し、健康状態や遺伝子レベルでの研究を行っている。研究が進むにつれ、フロリダパンサーの生後6ヶ月以内の死亡率が50%を超えていること、オスの生死の95%が危険であること、カリック、キンクテール、心臓や内臓の先天的疾患、貧血、 ウイルスやバクテリアなどによる伝染性感染症の感染、潜伏抗がんなど、あらゆる異常がほぼすべてのフロリダパンサーから検出されるという事実が判明する。これらの症状はおしなべて近親交配が原因であると考えられている。なぜこのような状況になったかについては、諸説あるが、最も有力なものはフロリダの開発に伴う生息域の分断であるとされている。 フロリダパンサーは、正常な生態を維持するためには、約780平方キロメートルという広大な面積が必要となる。しかし、フロリダ半島は1960年代以降、広大な湿原が農業用地へと姿を変えていき、フロリダパンサーの住みかを奪っていった。特に1967年に開通したマイアミからネープルズに向かって、 ビッグサイプレス国立保護区を通る高速道路はフロリダパンサー最大の生息域を完全に分断する結果となった。こうしてフロリダパンサーはお互いに交流のない数等のグループに分断されてしまい、近親交配が起こったと考えられている。ありがとうございます。